ジョン・ブライアン・ホラデイは、アメリカ合衆国テキサス州ドラス出身の、プロ野球選手。ウト右ミギ MLB のアリゾナダイヤモンドバックス参加所属。2010年の MLB ドラフト6巡目で、デトロイト・タイガースから指名され、7月6日に入団。2012年は、トリプル A 級、トレド・マット・ヘンズで開幕を迎え、6月6日にメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。同日のクリーブランド・インディアンス戦でメジャーデビュー。9番、保守でスタメン起用され、4打数1安打だった。この年は6試合に出場した。2013年もトリプル A 級トレードで開幕を迎え、6月17日にメジャー昇格。16試合に出場して打率。296、1本塁打、2打点を記録した。 デトロイトタイガース時代2014年、正捕手であるアレックス・アビラの不審や、ビクター・マルティネスの、ますますの指名打者専業化に伴い、出場機会を大幅に増やした。62試合の出場で打率、231.15打点を記録したが、2年ぶりに本塁打なしに終わった。一方、メジャー初三塁打、初盗塁を記録し、総塁面で記念のシーズンとなった。 2015年はバックアップ保守の一人としてプレーし24試合で打率281.2本塁が13打点という打撃成績を残した。守備では2012年以来となる無失策だったが DRS はマイナス1と平均よりやや下だった。2016年3月29日にボビー・ウィルソン、マイルズ・ J のトレードでテキサス・レンジャーズへ移籍した。 レンジャーズでは、ロビンソン・チリノスや、ボビー・ウィルソンらと出場機会を分け合って起用されて、いたが、7月31日に、ジョナサン・ルクロイの加入に伴ってウィルソンと共に、ィーフとなった。レンジャーズでは、移籍するまでに30試合に出場し、打率23、238.2本塁が、13打点、オプス0.695という成績を記録。 キャッチャー守備は27試合でマスクをかぶって無失策 DRS プラスに盗塁組織率33%という成績で活躍した。また1試合で左翼手を守ったほか投手としても1試合113回を投げた。2016年8月5日にウェーバー工事を経てボストンレッドソックスへ移籍した。レッドソックス加入後は14試合に出場したが 打撃の調子は上がらず打率二212オプス点五零零に終わった。守備は十三試合で一失策、守備率九百八十九 d r s 零という成績のほか、盗塁阻止率五十パーセントをマーク。通年では四十四試合に出場して打率二百三十一、日本塁が十四打点オプス百四十という打撃成績と四十試合で、 一失策、守備率、996DRS プラスに、トール八パーセ38%という守備成績を残した。オフに FA となった。2016年12月20日にフィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結び、2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2017年3月27日に自由契約となった。 その後、3月31日に、プロ入り時の古巣であるタイガースとマイナー契約を結んだ。開幕から8月末まで、トリプル A 級トレードでプレーし、9月1日にメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。この年メジャーでは13試合に出場して打率、241.2打点の成績を残した。オフの11月3日に40人枠を外れる形で、 トリプル A 級トレードへ配属された後、7日に FA となった。2017年11月30日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結び、2018年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2018年3月29日にメジャー契約を結んで開幕25人枠入りした。この年は61試合に出場して打率20。205。 一本類打、16打点を記録した。オフの10月26日に FA となったが12月3日にマイナー契約で再契約を交わした。2019年3月23日に一旦自由契約となるが26日にマイナー契約で再契約した。開幕は参カの AAA 級ニューオーリンズベビーケークスで迎え5月24日にメジャー契約を結んで アクティブロースター入りした。この年は43試合に出場して打率278、4本類打、12打点を記録した。レギュラーシーズン終了後の10月18日に FA となった。2020年1月28日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。8月1日に メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年は20試合に出場して打率161、4打点を記録した。オフの10月28日に FA となった。2021年1月11日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだと報じられ、18日に正式公示された。ありがとうございます。